ガチンコ骨董収支予告編ということでやっております。品物のタイトルは遠遊鉄絵貨幣商事、そして商の印がありますね。益子焼の人間国宝浜田商事の友箱作品です。なかなか堂々とした貨幣ですね。こちらね、高さが29センチあります。浜田商事の遠遊作品としては大きい方の品物になりますね。本格オークションで浜田商事の遠遊作品過去のね落札実績を見てみますとね、最近2年以内ですと高さ29センチの遠遊面取り貨幣、評価額8から13万で不落札でした。その品物は高さはね29センチあるんですけども、鉄絵がない面取り貨幣ということだったので欲しいとね思われなかったんでしょうね。高さから考えるとね、8万だったら十分売れてもいいようなものだったと思うんですけどね。そして2020年には遠遊絵はけめ貨幣 25.2 センチが20から30の評価額で出品されて36万で落札されておりました。2017年遠遊藍絵貨幣、藍色のね色の出た遠遊貨幣ですけども、 28.1 センチが18万円で落札されてましたね。この品物に一番似たものではタイトルが同じで友箱で、このようなね浜田商事のトレードマークの吉備の絵の鉄絵があるもので、違うところはね、そちらの品物は高さが 20.9 センチでした。こちらが29センチですからね、その点が違っております。それが2016年の出品で10万円で落札されておりましたね。まあ時代的にね、今売れ行きが落ちてきているとしてもね、ほぼね10万円は最低ラインだと思って良いと思います。10万円っていうのはね、私が遠慮して言ってる値段ですけども、品物の方ね少し詳しく見てみましょうか。まず遠遊作品のお約束底の部分を見てみます。はい、このようになっております。ここにね貝の目跡がついておりますね。浜田商事の遠遊作品では必ず貝の目跡がつきますので、遠遊作品でねこのようにね貝の目跡がついてない場合は偽物とね思った方が良いと思います。口はこのようにできておりますね。綺麗なろくろでね作っておりますね。4面に絵が描かれております。こちらにもキビの絵ですね。これは何でしょうかね、杉の木でしょうか、キノコでしょうか、矢印でしょうかね、上昇志向のね、まあ矢印ではないでしょうけどもね。はい、戻りました。こちらはね鉄絵が強いんでね正面だろうなと思うんですけども、こちらもね少し朦朧としたような感じがね良い雰囲気出してると思うんですよね。気分によって置く方向をね変えるのも良いんじゃないでしょうかね。このようにね2面が見えるような形にしても良いと思います。こうでもいいですしね、このような感じでも良いでしょう。このね鉄絵の強いとこ、やはりねこちらが正面になるんでしょうかね。こちらの購入原価は79,301 円です。ヤフオクで競ってる時はねあんまり安いような感じしなかったんですけどね、実際落札されて簡単決済して8万円弱ということでね、まあどうかななんて思っていたんですけども、品物送られてきたらねこれはね相当に素晴らしい作品ですね。浜田商事の遠遊作品の中でもね大きさがありますしね、代表作になるようなそんな一品だと感じておりますね。ヤフオクの出品者はねストアですのでね、転売がどうのとか言われるようなそういう品物ではありませんね。一般の方が値段を分からずにね間違って売っちゃったとかそういうものでは全くありませんしね、オークションですからねその時の売れた値段がね何かね文句を言えるようなものではないんですけどね、気持ち的に
私がねこれで相当儲けたら、一般の出品者の方であればね少し嫌な気持ちはするんでしょうけれども、今回のね購入元がヤフークのスターですのでね、私も堂々としていて良いと思いますね。こちらもねなかなかいい絵付けだと思います。今まだ7月の半ばですけどもね、これを本格オークションに送って、実際にオークションにかけられるのはね12月のオークションになります。結構ねタイムラグがあるんですけども、そのオークションの結果はね予告動画のアンサーとしてね、結果発表動画としてオークション終了後に競りの画面をつけてねアップする予定でおります。買った原価がね 79,301円ですから、評価額は10万15万でもいいんですけどね、10万円の手取り保証をもらえればそれで全く問題はないですけども、この品物の本格オークションでの価格帯と言いますかね、そういう相場を考えますとね、販売例がないのでわからないところもあるんですけども、私の感覚的に言えばね、評価額は15万20万円が適当なんじゃないかなと思いますね。どうでしょうか。その辺はねオークショナーと少しねやり取りをすることになるかとは思います。丁寧に梱包してね、まずは品物を渡したいと思います。それじゃあ頑張ってきてね、いってらっしゃい。